はい、それでは改めてご紹介いたしましょう。女優の長澤まさみさん、そして写真家映画監督の蜷川実花さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、私もですね、今皆さんと拝見させていただいたんですが、とても蜷川さんらしいと言ってもいいでしょうね、カラフルなムービーに仕上がっていると思いますが、はい、いかがでしょうか。そうですね、すごく可愛くできて、自分でもとっても満足しているのと、やっぱりまさみちゃんが素晴らしくて、動きが、あとどんだけ寄っても大丈夫ですごい楽しかったです。いや、本当に撮影の当日も楽しくて、やっぱりこう女の子の夢がこう詰まってるというか、カラフルでポップで、でちょっとセクシーで、いろんな要素が詰まってて、自分もちょっとこうなんかこう普段の自分じゃない自分になれた気がして、すごく楽しかったです。そして今回はまず、ベッドルームから始まって、はい、衣装部屋、それからオフィス、クラブとね、4つのシーンがございましたけれども、どこでの撮影が一番楽しかったですか。そうですね、どこだろう、衣装部屋が、はいはい、すごい上がりました。ものすごい量の商品が置いてあって、どれにしようかなって選ぶのをやってもらったんで、やっぱりなんかああやってこう好きなものに囲まれているっていう、もちろん設定ですけど、実際本当に囲まれてみて、嬉しかったですし、宝箱の中にいるなと思いましたね。長澤さん、普段ジュエリーはお好きですか。はい、どんな時に身につけます。でも自分の気分を変えたい時とか、そうですね、なんかこうこれをつけてると今日はなんか力が出そうとか勇気が出そうみたいな風に、こう願掛けじゃないですけど、そういう気合のためにつける時もあるし、やっぱりこう意味があるもの、自分にとって意味があるものっていうものの方がアクセサリーは大切にするのかなと思いますね。こうハッピーなジュエリーにまつわるクリスマスの思い出なんかありますか。そうですね、やっぱりクリスマス限定商品っていうのがたくさん出てくるんですよ。そのなんかこの時期にしか買えないものっていうのがたくさん増えるのが好きで、割とそのクリスマスシーズンになるとちょっとお財布の紐というか、が緩くなるような気がしますね。じゃあ今年のクリスマスも自分へのご褒美にジュエリーを。はい、今回このムービーの中でもそうなんですけど、やっぱり自分からハッピーをつかみに行くっていうのはすごく楽しさ、日々の楽しさを自分で変えて作っていくっていうことでもあると思うので、もちろん人に何かをされて嬉しいってこともたくさんあるかもしれないけど、自分からこう何かを作っていく、一歩踏み出すっていうのは、また自分も大きくなれるし、楽しみが広がることなんじゃないかなと思うので、このムービーを見てそう思ってもらえたら嬉しいですし、フォリフォリの商品を手に取って、その自分の第一歩のきっかけになったらいいなと思います。ありがとうございました。